パナソニックホームズはパナソニックの創業者である松下幸之助が、住まい作りは人間形成のとても重要な場所という考えに基づき、お客様に良い住まい作りを提供するために1963年に創業されました。まず日本で培われた経験技術、これをもとにですね、好みに応じたキッチンの高さを選べたり、さらに内装の色を選べたり、そして日本特有のトイレとシャワー分離式のスタイルも選ぶことができます。パナソニックホームズでは10年前に発生しました日本での東日本大震災の時も、倒壊した家は一軒もございません。こちらの台湾でもですね、地震があるということで、建物の強さに関してはお客様の安全安心を守るにはやはり建物の強さが重要だと思ってます。